こんにちは、時短節約家くーちゃんです。今日はですね、こうスタイフを収録しながら、YouTube でもちょっと一緒に、撮影をして、10月の家計簿をちょっと振り返ってみようかなと思っております。いつもだったらこれインスタライブで家計簿締めライブなんていうのをやってるんですけど、最近スタイフをまたやってくださいっていう声をいっぱいいただいたりとか、結構ラジオ感覚で、インスタライブとかのアーカイブを見てくださる方も多いっていうことだったので、ちょっとこう挑戦的とかじゃない、ちょっとチャレンジみたいな感じにはなっちゃうんですけど、こういう感じもこうみんなに受け入れられるのであれば、こうラジオ形式でこうただ耳でこう聞きながら、なんか家事のお供にしたりしてもらったりとかできるこうコンテンツをちょっと作れたらいいなと思って、収録をしております。はい、よかったらお耳お貸しいただけたらなと思っております。またちょっと家計簿を締める作業に関してはインスタライブでもやっていきたいなと思ってるんですけど、今日は10月私が何にいくら使ってきたのかっていうのをちょっと振り返りながら、一緒にちょっとこう来月、まあ年末にもかかってくるので、来月どうしようかなとか、これからねどうなっていくのかなみたいなことをちょっと一緒に、やっていけたらなと思っているので、もしお時間ある方いたらお付き合いください。はい、ということで、我が家は夫婦別財布になっております。夫が担当しているのは主に、固定費、一般的な固定費に含まれる、支出ですね。住宅ローンとか水道光熱費とか、夫の保険ですね。夫の保険と学資保険、あと学校にかかる教材費とかも今も夫が担当するようになって、で、あと車に関係するもの、あと税金に関するものも夫が担当しています。なんで、まあ簡単に言うと、私はそれ以外の流動費的なもの、あと子供費的なものを担当しているんですけど、なんで私の家計簿、これに書かれているものは、私だけの、お金の管理を書いています。まあそれ見たよっていう人いれば、インスタグラムの方見ていただけたらと思うんですけど、我が家は収入が私のお給料と、夫が私に生活費としてくれる分があって、合わせて33万円でやりくりをしています。で、その中で、私の家計の中で固定費として含まれるものが、通信費。まあ私家電代わりにガラケー持ってるんですけど、まあガラケー代と子供のお小遣い、そして習い事ですね。うち下のじいくんが野球やってて、バスケやってて、で、お兄ちゃんは塾に行ってて、で、あとはアマゾンミュージック、そしてウイスキーの積み立て。これウイスキーね、お酒代は積み立ててるんですけど、ウイスキーの積み立て、そして年間特別費ですね。年間特別費って何よっていう方に関しては、先日ですね、10月30日に、くーちゃんのお金がみるみるたまる超シンプル家計簿術というムック本が、家計簿が付録になったムック本が発売されているので、よかったらそちらを見ていただけたらと思うんですが、それを合わせて、我が家の、固定費としてますね。で、そこから、先取り貯蓄、87,271円、先取りで貯蓄してます。その内訳に関してはですね、これどこ行っちゃったんだろう。積立NISA、イデコ、個人年金、あと、まあ、自分積み立てて、明治安田生命さんの、毎月5000円ずつ積み立てるよっていうやつをやってるんですけど、まあ、自分積み立てっていう商品ですね。自分積み立て。なんかをこうもろもろ合わせると87,271円、先取り貯蓄をしております。はい。で、そこから、たまる家計の計算式、私出してるんですけど、収入から固定費を引いて、そこからさらに先取り貯蓄を引いた残りが流動費になるよっていうところを、日頃お伝えしているんですけど、その流動費に含まれる項目、私の場合食費、子供費、日用品費、外食費、お小遣いっていうふうに1、2、3、4、
5個、5つの項目に分けて管理しています。まあ、大きく言うと、まあ、子供費は子供にかかるお金全部、お小遣いは私のお小遣い全部、で、それ以外は日用品費、なんつったらいいの、シャンプーとか、そういう、こう、日用品にかかるもの、100円ショップとかで買うね、ネットとかそういうのも含まれるんですけど、まあ、そういうものと、外食費に関しては外で食べるだけじゃなくて楽天で買ったりする食材、ご褒美食材とか、まあ、外食に近いというかお惣菜みたいなものも私外食費に含めてるんですけど、まあ、今月10月で言うと楽天の冷凍鯖買いました。これね3495円、半額で買うとこの値段で買えるんですけど、これが結構美味しくて冷凍ストックで入れてるんですけど、朝ごはんにその冷凍サバを3分割して切って、それを子供たちにちょこっとずつ食べさせるとか、あと夜ごはんにかば焼きにするとか、竜田揚げにするとかするとね、結構喜ばれて、お魚も取れるので、それをよく買ってます。あと北海道の今井ファームさんが、私、行きつけというか、よくお取り寄せしてるんですけど、お日様もち麦っていうもち麦を買いました。それが今月の我が家の外食費ですね。あとここにシューマイ買ったんだな。シューマイが日曜日だ。29日、シューマイを足そう。シューマイ、これでも買ってきたんだけどさ、あんまり人気なかったんだよね。じゃが作る方が美味しいなって言われちゃって。複雑な気持ちだったよ。嬉しいんだけど、作るのか、まあ、ちょっと作るのなんか忙しくてめんどくさくてさ、買ってきたのにやっぱり作んないとダメかなんて思ったところなんですけど、シューマイがこれいくらだったかな、結構ねいっぱい買ったんだよな、いっぱい買って2000円ちょっとだったかな、ちょっとわかんないから2000円にしとこう、2000円いかないくらいだったと思うな。結構いいシューマイだったでしょ。めっちゃ買ったんだけど半分ぐらい残っちゃって、冷凍させたいつか、なんか解凍して刻んでチャーハンとかに入れようかなと思ってるんですけど。はい。ということで、食費を次振り返っていきたいなと思います。これをね、計算していくわけですよ。食費はね、私は1週間1万円を目安にして、で、1ヶ月の予算4万5千円なのね。で、4万5千円で、まあ大体4週。で、10月は、結構5週くらいあって、まあ、そこはきっちりさせず、私ざっくりとで、30、31日の分はもう11月に入れちゃっていいかなと思って、もう買ったもんはね、10月に食費に入れちゃうんだけど、だから、ちょっとざっくりとなんですけど、まあ、1ヶ月4万5千円でやりたいなって思ってて、週1回、食材が週1週間1万円でしょ。で、お米はふるさと納税で、今月は賄えたのでお米買わなくてよくて、でそれ以外に調味料ウェルシアでポイントで今月も買えたんだけど、それも合わせてだ、それが5000円ぐらいの予算の目安でやってます。まあ、ただね、もうこの時途中でね、もういやもう4万5千円で収まんないなと思って、どうしようかなと思ったんだけど、まあそんなさ削れないものもあるしさと思ってでやってますで、先月の30日から30日からこれが7日までかな、7日土曜日までの分が12,072円食材費ね。で、そっからその翌週8から15まで。これまたざっくりとだな。15までの分が13,220円。まあまあ、まあまあ予算通りというか。で、その次16から、21ぐらいまでが、まあ20日にウェルシア行ったんだけど、そこまでのウェルシア以外で7,824円。はい。で、今月ウェルシアでポイント使って買ったのが5909ポイント。うん。調味料と、まあ多少の食材も買ったんですよ。で、最後の週、29日ぐらいまでの分が11,266円でした。これ足そう。
これを全部足してっていくらかっていう話で4万5000円に収めたいんだけど難しいよね。1万2072円と1万322円と7824円に5909円。これまあ円としてポイントなんだけどね。ウェルシアの分は一応足します。一旦足します。で、最後の週が11266円。我が家の1ヶ月の、食材、調味料も含めた食材費の全部のかかった金額が47393円。すごくない？結構やれてない？だって予算4万5000円の予算のとこだからまあまあいいよね。47393円で、ここからポイントを使ったんですよ。で、今10月に関しては、まあ、ウェルシアで T ポイントを使った、まあ、5909ポイントじゃないんですよ。厳密に言うとウェルシアでってポイント 1.5倍、1ポイントが 1.5 円に換算されて使えるから、実際にはこの5909ポイントの、なんて言ったらいいの、これ使ったポイントが、5909ポイントだから、待って、5909×1.5倍。だから8863円分買えてるの。お得でしょ？お得なのよ。で、その5909ポイントと、まあ、でもポイント換算しよう。それと、ビーヨンさんカードのお友達紹介ポイント、ポイントっていうか、まあ、現金としてもらえるんだけど、それがまあまああって、ありがたい、みんなありがとうございますって感じなんだけど、730円と1221円分、ビーヨンさんの、私が払ってない分のお金で買を使ったの で、それに5909円を足すと、ポイント払い分が7860円。ちょっとメモした7860円ね。で、それを、引きます。なんで引くかっていうと、現金として私のお財布から出ていっている分は、47393円からポイントで、ポイントなどで支払った7860円分を引いたものしか私のお財布から出ていってないという計算なんでね。47393円から、7860を引くと39533円。やった、予算内だぜ。ポイントが書いとこう、7860円だから、実質39533円。あ、これ赤字で書くのにやだ、黒で書いちゃった。 Oh my god 赤ペン取りに行こう。はい、よいしょ。で、まあいいや、黒で書いちゃったけど、次、子供費。子供費は、まあ、うちで言うと、子供にかかるお金すべてですね。私、人別で分けているので、子供にかかったお金は、医療費であろうが、交通費であろうが、何であろうが、子供費に含めてます。で、10月は、G 君の矯正代、が、毎月6600円かかるのね。矯正って高いよね。で、兄ちゃんが美容院に行きたいっつって、美容院に行ったの。で、自分でなんかちょっといい美容院に行ってるんだけど、私は床屋さんみたいなところで切ってほしいから、その分しか渡さないのね。だから、差額はお小遣いから払うんだけど、それが2300円。で、G 君が、スイカにチャージしたので1000円。6600円と2300円と1000円。9900円。ぴったり。予算1枚のとこ9900円。なんとか予算内で済んだね。はい。
で、日用品費。日用品は、マイバスでちょこっと買ったのと、ウェルシアで1345ポイント分。と、セリアで雑貨み、なんか買ったんだな、550円。だから実質出てったのは、868円。私ね、日用品費ってあんまりかかんないんだよね。ボックスティッシュは義理のお母さん、義理の家がくれるの。めっちゃくれるの。グランドゴルフの参加賞だって言っていっぱいもらって、もう使い切れないんだよって言うから、季節ごとにいっぱいもらってくるんだけど、今度またお正月行くから、またいっぱいもらえるなと思って、ボックスティッシュ買わなくていいでしょ？男の子しか、私以外全部男子だから、トイレットペーパーもそんなに減らないの。あと、私の化粧品とかは、お小遣いから出すし、まあ、ポイント使ったりすることもあるけど、あと、生理用品もかかんないし、私ね、ほぼ0円。で、何？だからシャンプーリンス。あ、洗剤はね、まとめ買いしてて、いいやつがあって、ハイブリッドジョーっていういい洗剤をまとめ買いしてるから、それはちょっと別でドンってかかるとき来るんだけど、そうなんですよ。私日用品あんまりかかんないんですよ。すごくエコな暮らししておりまして。はい。次行きます。次、外食費。さっきも出たんだけど、楽天のサバが3495円。で、もち麦2980円。に、シューマイ2000円。8475円。予算1万円なので、予算ない。いいんじゃない？そして、問題のお小遣い。お小遣いですよ。お小遣いがね、でもね、サジーも一旦ちょっと中止して、配送を送らせてもらってるし、あと、だからユンスの美容液とココネシャンプーだな、美容系は。今月は。あ、あとね、あ、そっか、炭酸化粧水買ったんだけど、それ11月だ。今月はいいんだ。で、美容院がね、私高いのよ。15,225 円カラーと、白髪染めと、そこにハイライト入れて、カットするから、ここだけは私譲れないの。で、6,720 円に、美容院で 15,225 円でしょ？で、そこに、カフェにね、行ったの。で、ここで、卵使ってないプリン見つけて、お土産で兄ちゃんに買ってったりしたら3000円ぐらいって、そう、でもすごい美味しかった。また買ってきてって言うから、また買ってこいと、そう、お小遣いから出したの。でも、オーバーしてるな。で、それに、オリジン弁当で、ちょっとおにぎりかなんかお腹空いて買ったんだな。25,158円。嘘嘘嘘嘘、ネイル行ってるよ。ネイル行ってるから、ここにネイル台だ。ちょっとネイル台いくらだったかな。それちょっと出そう。ネイル台は、どれだ？あれ、あれ、領収書どこ行ったっけ？レシートもらっ、レシートっていうかさ、領収書出してもらったんだよな。あれー、オーマイガー。確かね、待って、この時点でいくら？ 25,000円。いや、5000円以上だな。ちょっと思い出せないな。いくらだったかな。まあいい、いいや。まあちょっとさておこう。まあちょっと3万ちょい。いや、7000円ぐらいだったな。え、もう待って。レシート、領収書どこ行っちゃったんだっけ？超やだ。こういう時にさ、なんか領収書出てこないと超嫌だよね。もうさ、スタイフ通りながらやってんのにさ、どうすんのって感じ。嫌だわ。まあいいや。ちょっとしっかり締められないけど、まあ、3万2000円ぐらいだな。年を、かっこ仮ね。仮。3万2000円ぐらい。だから2万5000円に、ちょっとまあ7000円ぐらい足して。
32,158円。お小遣い一応ちょっと3万2000円ぐらいにしよう。あとで、ちょっとインスタライブやるときにしっかりきっちり出そう。で、3万2000円として、我が家の今月の総括します。はい。これは出さないと、今月どうだったかってわかんないもんね。まあ、32,158円に、食費が39,533円。いやー、あれだからやりくり上手だと思うな、私。それに、子供費が9900円。子供たちもね、頑張って協力してくれてんだな。で、860。あ、やばい、間違えた。あ消えちゃったの。オーマイガー。まあいいや、ちょっともう一回やり直そう。今月のガラケー代が、まあ、1360円でしょう。1360円に、まあいいや、固定費から計算しよう。2000円、6000円。で、1080円。55,400円。これ、塾代ね。5000円。これ、ウイスキー積み立てね。で、65,000円。135,840円。ちょっと、どこに書こう。135,840円に、39,533円。足す9,900円。もう間違いないよ。足す868円。足す8,475円。足す、32,000円。お小遣いね。足す、先取り貯蓄87,271円は31万3,887円。赤じゃない。ちゃんと黒字じゃない。うち収入が、33万円の中でやりくりするって決めているので、引く33万。16,113円。プラス。OK。OK、OK。いいじゃない。いいよ。はい。ということで、なんとか、赤字にならずにやれましたね。塾代を55,400円払っても大きな失敗ってなかったんだな。はい、ということで総括していきたいと思います。10月って、あ、去年の家計簿を振り返ってみてもそうなんだけど、あんまり楽天のお買い物マラソンとかで大きなものを買ったりしない月なんですね。で、外食もあのじーくんのお誕生日月なので、みんなでその特別費で積み立てたお金で外食に行ったり、お誕生日プレゼント買ったりするので、あの外食に行くっていうのもあんまりないんですよ。そうで、うちの今年暑いじゃない、まだ暖かいから、なんか服買ったりっていうのも大きくなくて、でジークなんてまだ半袖短パンでね、ハーフパンツみたいなやつで行ってるから、冬自宅いらないんですよ。服買ったりする必要もなくて。で、私も特に大きな買い物、まあ病院は行ったけど、服買ったりっていうのも全然しなかったので、まあ美容と美容院だけにしかお小遣い使ってないんですよ。素晴らしくない？あんま物欲ないんだなぁなんて思いつつなんですけど、まあそれ各自予算内でできたのですごく良かったなぁと、思ってます。これ、そして11月はね、ブラックフライデーが、楽天のブラックフライデーがあるんで、そこでちょっと何か買うもの。ただ12月に楽天のスーパーセールも待ってるので、まあブラックフライデーで買うか、スーパーセールまで待つか、まあ、どっち、大きいものはやっぱスーパーセールで買いたいなぁなんて思ってるんですけど、悩ましいところだよね。はい。まあ、10月はやっぱそんな、全体的に見て、まあ、もう一度言うけどお金があんまりかからない月だったので、うまくやりくりできたかなと思います。
で食費に関してもうまくこうその時々で、まあ、ポイントっていろいろなところにこうちょこちょこあったりするものをもう見つけたらすぐ使うっていう風にすると、まあ、本当はねできる限り分散させないっていうのがポイントに関しては一番なんだけど、今回ねビーヨンさんの残高があったりとかしてそれをうまく使えたりしたのがこう食費のオーバーというか予算内で、まあ、ポイント使いつつ予算内に収めて、さらに、まあ、ちょっと出ちゃったとしてもポイントを使ってたりする分でなんとか、やれるよねっていうところにすると大きなオーバーがないというところで、1週間献立を立ててまとめ買いをしてそれをきれいに食べきるという方法でやっていけば、食費って私ね食べ盛り、まあと言ってもそんなにうちの子たちバカみたいに食べるわけじゃないので、そんなにね、で夫も大食いじゃないし私もあんま食べないから、食費ね大食いさんの、ね、いっぱいうち食べるんですっていう人のとはまた違ってきちゃうと思うんだけど、まあうちの食べる普通だと思うんだよね、普通だとこれぐらいで収めることは私は可能だと思っております。うん、だね。でまあお小遣いもなんか服買ったりしなかったけど別に困ってないし、なんかうまくこう物欲をコントロールできるようになってきたなーなんて、あれこれ欲しいなーって思うものもそんなに出てこないし、洋服もねずーっと同じジーパン履いてんですよだけどそれすごい気に入ってるから全然いいし、うん、こういう感じでやっていけたらなと。11月12月って結構ね お金が出ちゃう月なので、ちょっと先を見越して何にねどのくらい使っていこうかっていうのをちょっと考えつつやれたらなと、思ってます。で実はね11月ねジー君とねディズニー行こうかっていう話しててそうなんでねちょっとそこのお金をね、まあ、今月余った残しための分と前月から繰り越されてるね現金残しためが9万5千円ぐらいあるから、そこをちょっとディズニーに使ってもいいかななんて思って、ちょっと楽しみでチケット予約しなきゃと思ってるんですよね。そういう楽しみにねお金使えるってすごく幸せなことだから、じっくんと何乗ろうか何食べようかなんていう話をね最近しております。なんか楽しいこと考えてたらニヤニヤしちゃった。はい、そして最後ノーマネーデーをちょっと計算していきます。今月もね結構ノーマネーデーなのよ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 今んとこ14日で、で今日と明日、いや今日はちょっとお金使っちゃったから今日はダメで、明日違う、昨日は、あ、今日31日か。今日使って、昨日は、昨日使ったな。でも昨日もあれだな、仕事のやつだから、経費にしようかな。ね。だって、お茶買って、コーヒー買ったりとかね。セミナー中の経費だな、あれは。だからまあ、家計のお金としては使ってないということでいい。でも14日ね、この時点で14日間ノーマネーデーがあるってすごく素晴らしいことだと思う。2日に1回しかお金を使わない。うん。それがやっぱり一つのコツかな、なんて思ってます。はい。ということで、まあ、長々やってもあれなので、この辺で終わりにしたいと思います。今日はですね、10月の家計簿を振り返りながら、私のいつもやってる心の声をただただ垂れ流しにして、スタイフと、まあ、ちょっと YouTube の方でも流してみようかなと思って、はい。ラジオ感覚で聞いてもらえたらいいなと思っております。はい。ということで、最後まで聞いてくれてありがとうございました。YouTube、聞いてくれて、見てるじゃないね。YouTube 聞いてくれている方に関してもしよろしければ高評価そしてチャンネル登録していただけたらなと思います。そしてスタイフ聞いてくださっている皆さん、ぜひぜひ、フォローしていただけたらありがたいです。はい、ということで以上時短節約家くーちゃんでした。それではバイバイ。